説明しろ。はっ。大宮が刺したのは彼の甥であります。そんなことはもう聞いた。俺が聞きたいのはなぜ大宮がそういうことをしたのか。一体誰がそそのかしたのか。自分はただそもそも我が国の戦後の過程がどうしてそこまでおかしくなったのかという理由だ。はっ。戦後64年、日本はあの敗戦から立ち直り、世界有数の豊かな国家として成功したんじゃなかったのか。成功いたしました。日本は今や世界に誇る豊かな国家となっております。家族を顧みる人間たちの社会がそれでも豊かと言えるのか。それとこれとはまた別であります。何と言ったらいいかお言葉を返すようでありますが、日本人は常にさらなる豊かさを望んでいる民族でもあります。これだけ豊かでもお前が不満なのか。不満というのとも違うかもしれません。しかし人間の向上心は常に今以上の便利を求めます。便利とは何だ。便利とは私が言ってやろう。便利とは人間がサボるということだ。はできるだけ体力を使わんということだ。短時間だが今の日本を見て、人々が文明の時期に頼りすぎて自ら汗をかくこと、体を使うことを嫌うようになったことに私は仰天した。なるほど。今の日本人は豊かと便利を勘違いしている。知ってるか。貧困、どういう文字を書くのでありますか。貧しく幸せという二文字を重ねる。初めて聞きました。貧しくて困る貧困は避けたいが、貧しくても幸せな生き方はできる。私たちの暮らしは昔そうだった。面白い。誰が唱えた言葉でありますか。じっちゃんたちが年中言ってた。秋吉さん、もういい。そのと話をしているとなんだか悲しくなる。俺たちは今のような日本を作るためにこの戦いで死んだつもりはない。各隊乗車、火事出発。各隊乗車。乗車。乗車。待ってください。あなたは今の日本をどう思われたんですか。答えてやろう。お願いいたします。大宮の事件がもう大々的に報じられ始めている。一人の男が殺されたことで新聞やテレビは大騒ぎだ。平和なもんだと俺は思った。平和、いいことだ。素晴らしいことだ。たった一人の詩人、それだけ騒げるそういう世の中を俺たちは望んでた。だがそれが一人ではなく千人の場合、一万人の場合、そしてそれが何十年前の出来事であったならば、君たちは一体どれぐらい騒ぐんだろうか。君はさっきからそうやってメモを取っているが、そうやって書いた数字や言葉に何か意味があるのかね。
ちの子孫は幸せな眠りを眠ってるだろうか。家族の寝息は聞こえるだろうか。そして時折悲しい過去、そのために死んでった俺たちの世代を思い出して感謝して、いや感謝などしなくていい。戦争で死んだ一人ですよ。失礼した。君が死んでることを忘れてた。困りますね。君はご子孫の顔をよく見に行くかね。行きません。行ったって誰もこっちのことなんて関心も持っちゃいませんからね。こういう言葉があるのを知ってますか。人は死にます。一度目は肉体的に死んだ時、二度目は完全に忘れ去られた時。あなた方がいくら子孫のことを考えたって知れませんね。